あれば絶対役に立つもの。はい、あれば役に立つもの、これはノギスです。ノギス、ノギスっていうのはね、こういった感じ見たことあると思いますがね、こういう感じで定規みたいな感じになっていて、ここでこう挟んでね、この大きさとか長さをねやるやつで、内側のやつはこういう感じでねやるという感じで、あとはこう舌の深さを測るときにこういったのを使うんですね。こういったのをねノギスというんですけど、これはねギターに役に立ちます。チューンアップとかするときに、例えばナット、サドル、ブリッジピンなんかを測るときにすごく役に立ちますので、一家に一台あった方がいいと思いますが、これじゃないんですよ。これはね100円ショップで買ってたんですが、これだったらですね微妙なんですよ。 0.1 ミリとか分かんないですよ。なので、今回おすすめするのはこちらですね。じゃん、デジタルノギスという感じで、デジタルでもう表示されるので間違いないって感じなんですよ。デジタル、こういう感じなので、挟んだりするときにこう正確に、例えば、ブリッジピンをこう変えるときにですね、こう根元の方からどれぐらいにするかといったら、52とかですね、0.1 ミリぐらい単位でこれが測れますので非常にいいです。でインチもセンチも測れるので、ミリですね、だからすごくいいと。あとはナットとかもね、幅とか高さとか、あとはサドルですね、サドルなんかは特に長さを測った時に何点何ミリ、例えば 75.いくらか、77点何ミリとかとかですね。で厚みとかですね、厚みなんかは非常にね微妙ですね、3ミリとか 2. 何ミリとかいう感じで、すごく役に立ちます。これがデジタルで、で昔から知ってたんですが高かったと思ってたんです。これがね1000円弱で、これも送料込みで税込みです。998円ぐらいかな。デジタルノギス、これ絶対あった方がいいと思いますよ。チューンアップする時とか、そうじゃない時もちょっとしたことにね測る時にもうデジタルで来ますので、非常にこう簡単です。僕なんかちょっとね老眼が入ってますので、こういった感じだったら分かんないし、微妙な感じだったらね、1ミリと1ミリの間だったら分かんないでしょ。だけどこれだったらもう微妙にこうねデジタルで数字で来るんで、これは買ってよかったです。もう1000円以下ですよ。引っ張るんですね。引っ張れば、これでいきました。はい、ここでピピ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 ピ、おーすごい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 。あ、これでやってみましょうか。まずこのサドルの厚みですね、厚みは 2.9 おー、ああこれでバッチリ分かりますね。で幅が、幅が 71.0、 おお、これは楽だな。はいはいはい、どんどん、あ、これでやっていくとこれでいいかな。よいしょ、42.9、 ああこれで全然いいわ。これで助かった。細かいところまでできるんですよね。これはこう穴のところができるんですね、こういう感じで。で、皆さんね、ここ知ってますかね。ここはこうただついてるだけかと思ったら、これ深さを測れるんですね。これでね、ここの深さ、ここからここまでの深さだから、下のね、ここからここまでがどこまでがあるかっていうのをこう、ね、深さがここまで測れると、深さがここまで来てるという感じですね。これですね、今センチとインチも測れる。これはいいな。こうするとインチが測れる。何インチっていうのが測れるんですね。わーすごい、1.85 インチと、こうすればセンチに変わると。これ待ってましたね。こういうのが早く買えばよかったな。でここはゼロにできるんですね。ゼロからスタートして、そこからいくらかっていうことができるんですね。おー、でオンオフができるという感じですね。いやこれ早く買えばよかった。これね何千円もするんだったら考えたんですが、998円ならこれはもうありですね。すごくデジタルノギスおすすめです。これはもういりませんね。100円ショップはいらないから、これをね、替えの電池がついていて998円ですね。はい、デジタルノギス、これはいいわ。本当これが役に立ってます今ね。あのナット交換とか、あとサドルとか今交換をしようと思ってるし、ブリッジピンなんか今注文してますので、またねレビューしますので、それの測り方とかね、ブリッジピンなんかでも、ね、やっぱりこう微妙に違うんですよ、大きさがね。
そこらもね今後やってみたいと思いますのでね、これぜひねデジタルノギス一家に一台あったらいいと思いますのでお勧めしていきます。リンク貼っておきますのでよかったらまあね、見てみてください。はい、Jチャンネルでした。